これまでですね、どのようにまあバイオリンを選んでこられたかっていう、まあ、まずまあお子さんの場合はね、その小さいいわゆる分数バイオリンからまあ徐々にこう大きくなっていくっていう過程はあるわけなんですけども、まあそれはまあ主にこうご地元の教室でやられた時とかっていうのはあると思うんですけどね。そうですね。まあ、分数バイオリンの時はそれこそ地元のその先生だったり先生のお知り合いの方の楽器を譲ってもらったりとかそういう感じでした。一番最初は何分の1だったんです8分の1か？16分の1はちょっと多分8分の1ぐらいだと今もうその小さいのはないんです思う。ないですね。か？借りてた楽器が多分先生のうちにあると。ああ、そうなんです。それでまあ、4分の3とか4分の4とか、少しまあ、あとまあ本格的な道に進もうとされて、まあ、楽器選びも変わってきたのかなと思うんですけれども、まあそのような時はどんな感じだったんですか？先生、まあ大体やっぱりその大人になるにつれて先生の、その東京の先生の勧めでもう言われるがままというと変ですけど、という流れがやっぱり多かったんですけど、まあ4分の3ぐらいからですね、それが。まあ、あまりなんかこう何台の中から好きなのを選べるという感じそうではでなすね、く、はい、割ともうほぼ決まっているこれっ中かてらい選う。ぶような感じで、あんまりこう自分と楽器の相性を調べというか見たりとか、まあ、家族の納得とかそういうプロセスをあんまりきちんと踏むことはちょっとできなかったので、ちょっとモヤモヤしたものを抱えてまわかりました。